はい、こんにちは。税理士川南の YouTube です。この動画は個人事業向け、自営業向けの方の内容になっています。ビジネスをすると必要になる経理の基礎、税金確定申告についての情報をなるべく分かりやすく税理士が説明している動画です。これを見てね、経理や確定申告の基礎を身につけて次のレベルアップへの土台になったらと思って配信をしています。コメント、感想を、取り上げてほしいテーマなどありましたらぜひ教えてください。コメント分かりやすいですとか見ましたとかいただけると嬉しいので、お願いします。あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。今日のね、動画はですけど、この間の減価償却の続きですね。ステップ2ですね。次の段階に行きたいと思います。減価償却費、これがなかなかね、皆さん馴染みにいなくて、本当に初めての確定申告の人とか何のことなんだろうっていうふうになると思うんですけど、まあ減価償却の細かいというか、ざっくりとした内容は前のステップ1の方の動画に説明してますので、そちらの方ぜひご覧になってください。原則として、まあ10万円以上のものを買った時ですね、まあ車とかエアコンつけたとか、仕事場ね、パソコン買ったとか買い替えたとかっていうのがあった時に10万円以上超える場合は減価償却費をしていくことになります。じゃあここで言うのが、じゃあ10万円未満のものは一体どうなるのかって言いますと、10万円未満のものは、普通に、一括でね、経費として償却すればいいので、例えば10万以下のパソコンでしたら、まあ、8万円ほどのパソコンを買った場合は、消耗品として、普通に経費に入れていただければと思います。だからこの10万円か10万円じゃないかだよってこう分かれてくるってことですね。まあ原則なので、それ例外ももちろんあるんですけど、じゃあそもそもこの減価償却費なんですけども、じゃあ今回は以前も言ったんですけど、まあ車をね300万円で買ったって時に、まあ車ってその年だけ使うわけじゃないので、これを分けてね、車は6年でしたね、普通車の場合で、ね、6年なので1年50万円ずつ減価償却していくよって話したと思うんですけども、その50万円なんですけど、この計算方法ですね、こう6年だから300万円で6年だからすぐ、あ、1年50万だなって分かりやすくできるんですけど、この計算方法にはね、ちゃんと公式というか数式があります。はい。でね、まずね、この償却方法なんですけど、定額法と言われるものと、この計算方法ですね、定率法と言われるものがあります。2種類あるんですね。まあ、だいたい普通はこっち、一般的にこっちです、定額法です。なので定額法ですればいいんじゃなって覚えておいていただければいいんですけど、定率法という方法もあります。でこの定率法というのは、こっちが原則の方法なので、届け出をしないと定率法は使うことができません。なので基本的にこちらですね。あとはですね、平成の10年4月1日以降に取得した建物はこの定率法というのは使えなくなっております。あとはね、平成19年4月1日より前か後かで、減価償却の方法、計算方法が異なるんですね。まあ、これも話していると時間がなくなる、まあ、そこでね、計算方法が違うんだよということ、まあ、平成19年なので、まあ、かなり前の話になるので、でも最近、ビジネスを始めた人とか、また確定申告何年目だよっていう方は、もう定額法1本、これを覚えておけば大丈夫かなと思います。もうちょっとね、詳しく、どんな定率法ってどういう方法なのかっていうと、多分ね、他で動画がいろいろと落ちてると思いますので、そちらの方で確認していただければと思います。基本的に皆さんはこの定額法という方法を使って計算をすることになります。ではどうやって計算をしていくかというと、今の車の例を例えますと、この300万円に定額法でいくと、定額って書いてあるので、毎年これですね、50万円ずつってなってると思うんです。でこの6年っていうのを耐用年数っていうんですけど、これは前のね動画でも説明しましたよね。耐用年数っていうんですけど、この耐用年数6年が何て言えばいいかな、この定額法の計算するときに、6年は 0.167% ですよとか決まってるわけですね。このパソコンは4年で償却していくっていう耐用年数が決まってるんですけど、これがは 0.25 ですよっていうふうに決まってます。なので車の場合でしたら300円かける0.167をすると1年分の減価償却費が計算できるという仕組みになっております。厳密に言うとね、こういう感じです。まあでも6年、
6年で300万円なのでね、まあ50万円ずつぐらいだなっていうのはパッと計算すればわかると思うので、まあこれが定額法になりますね。はい、じゃあ今回の動画では一応もう計算方法についてちょっともうざっくりね、さらっていう感じなんですけど説明させていただきました。こんな感じで皆さん、まあ基本的には定額法を使えばいいんですよっていうことですね。あとですね、このちょうどいい、切りがいい時に買ったら分かりやすいんですけど、これを木の途中で買うとまたこういうわけにいかないですね。例えばここにあって12月じゃないわ、1月から12月で一期なんですけど、例えばここの6月に車を買ったっていう部位は減価償却はここの分ですね。ここはまだ買ってないのに減価償却することができないので、ここの半分だけですね。だから分かりやすくいくと、300万円の車を買って6年で償却するところ、1年50万円なんだけど、6月に購入したから半年分しか上げれないよっていうことで、ここが25万円となるわけです。でこの計算はですね、会計ソフトを使っているとか、e-tax の固定資産の方入力していくと、この対応年数と、この取得、買った取得日、買った取得価格、買った購入価格ですね、と、買った日を入れていくと、自動的に計算してくれますので、そちらの方を指示して入力していけば、自分でこうやってね、電卓弾いて、かける 0.17 の12ヶ月分の、でもいいよ、償却は4ヶ月だからっていう計算はしなくても大丈夫です。入力さえきちんと正しくすれば、正しい減価償却費を計算してくれます。ですね。でまあ、こうやってやっていくと、大体皆さん中古で車を買った場合はどうすればいいんですかとか、他のね、例外10万円以上でもそんな一括償却する方法あるんですかとか、いろんな疑問が出てくるんですけど、誰かからこう、なんて言うんだろう、中古じゃなくてそういう会社を挟まず個人的に友達から買った場合はどうすればいいんですかとか、いろんな質問が出てくるので、それを説明したとね、キリがないので、まあ今回ざっくりとこういうふうに計算しますよっていうことで終わりたいと思います。またもしね、個別に質問があるような方は、税理士川南非公開グループの完全会員制の、オンラインサロンをやってますので、そちらの方入会いただいて質問いただくようにお願いします。とね、個別にメールいただいて相談をされてもですね、相談料がやっぱ別途かかりますし、他のね、顧問客でね、しっかりなんでお客さんにお金払ってくださる方に失礼なので、そこはきっちり線を分けていたさせていただこうと思っておりますので、もし相談したいとか個別の相談したいって方は、相談として、依頼させていただくか、オンラインサロンの方の入会の方を検討してください。オンラインサロンの、ね、入会の方法やのページについては動画の下の説明のところに載せてありますので、そちらの方からクリックしていただいて、ぜひご検討ください。じゃあ今回の動画は以上になります。じゃあ今日は減価償却についての計算方法でした。ではまたの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。